この度経済産業大臣を務めることになりました海江田万里でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。先ほど総理官邸に行きまして、総理からいくつか指示がございました。そのうちの主なものをご紹介をいたしますと、一つはアジアを視野に入れてインフラシステムの輸出に力を入れるようにということでございます。二つ目は国を開くということでございますが、この国を開くということでは高いレベルの経済連携の実現に向けてしっかりと取り組んでほしいということでございます。特に TPP 協議のため必要な取り組みを加速推進するようにという指示でございました。それから3つ目は経済の厳しき折柄、中小企業の金融の円滑化を含め中小企業を総合的に支援するようにということでございます。私はこれまで内閣で経済財政政策を担当しまして、その経済財政政策の中から日本の経済を一日も早く安定的な回復軌道に乗せたいということで、努力をしてまいりましたが、この度経済財政経済産業大臣という立場になりましたので、この経済産業大臣として日本の企業を活性化をして、そして日本を確実な成長軌道に乗せていきたいと、そのように考えております。どうぞよろしくお願い申し上げます。ご質問どうぞ。大臣、はい、朝日新聞の中野と申しますが、はい、なぜ今日本に TPP が必要なのか、大臣のお考えをお聞かせ願います。はい、私はやはり広義な意味でこの国を開くということは一つの歴史の必然ではないだろうかというふうに思っております。特にこのアジア太平洋地域というのはやはり経済の牽引者と申します、世界経済の牽引者になっておりますから、そこでお互いが高度な経済連携をして、それこそまさにアジアの成長を日本の成長に取り組んでいくということからも大切だと思っております。私は、じゃあどうぞ。日本の吉村松田と申しますが、はい、TPP に関してはですね、党内でもまたいろいろな立場からも反対という考えが出てると思いますけども、そういったところの距離をどのように詰めていくか、具体的にお考えを。国内あるいは民主党の党内にもそういう声があるということは私も承知をしておりますので、やはり特にこの農業の面ではですね、やはり本当に農業がこれから先10年先20年先しっかりとですね、日本の国内で農業ができるような対策をやはり講じなければいけないと思っております。それから何と言いましても、もちろん時間は限られております。この間の TPP の参加国の協議も随分早まっているやに聞いておりますが、そうした時間的な制約がありますが、その時間的な制約の中でやはりできるだけ丁寧に話し合いと申しますか、しっかりと対策を講じていくということが必要だろうと思います。じゃあそちらの方です。はい、東京新聞の菊谷と申しますが、与謝野薫さんがですね、経済財政担当省に就任されるということで、海江田さんの前職をから交代するところでございました。で、東京1区では、ライバルの方なんですけども、その方と入閣、同じ内閣で今後、政策を、遂行していくということについて、改めて海江田さん、どうお考えになったか、お感想をお聞かせ願います。菅総理から私に経済産業大臣に就任をしてほしいという正式な依頼がございましたときに、与謝野さんにつきましても、こういう形で処遇をするというお話がありましたので、私はそういうお話を聞いた上で、経済産業大臣を引き受けをするということを
決断したわけでございますから、同じ菅内閣の一員として力を合わせて、日本国民のために、日本経済を活性化のために頑張っていきたいと思っております。よろしくございますか。はい、以上をもちまして、海江田経済産業大臣の記者会見を終わります。どうもありがとうございました。ありがとうございました。